皆さんこんこにちはデック専任講師の高井です、えー、今日はですね簿記、えー、の勉強をもう始めてらっしゃる方あるいはですねこれから始めようとなさっている方に対しましてですねはい、えー、ちょっとメッセージということで、はい、お話をさせていただきたいと思います。はい でで、えー、そうですねあのまず初めにですね私がどうしてね簿記の,の勉強を始めて、まあ、この仕事をするようになったのかっていうところをねあのお話をしようかなと思うんですけれどもはいあの何の演歌ですね私あの大学時代の時には大学ではあの法学部だったのであの法律をずっと勉強してましてで実はあのレックにも通っていました。はいででただですね 司法試験の講座ですね、そちらの方に、ま、通っていましてでそのままですね、まあ、あの大学での専攻なども生かした就職口がね、ありましたのではい、えー、そちらの方ですね進ませていただいてましてで全然ですねあの会計っていう分野からは、まあ、遠ざかっていたっていうのがですね、私の、えー、キャリアのスタートだったんですね。はい、でですね、あの 保険の業界にいたんですけれどもその保険会社ですねでにいた時にですねあの海外の視点のがまあいくつかあったんですけれども、まあ、そこのですねあの経営の筋っていうんですかねその営業成績ですね、はいまあ、そういったものをちょっとまとめたり、まあ、見たりっていうそのウォッチするようなねあの部署っていうのに配属をされたとた。 ですねある時はいで今まではですねもう本当にあの法律の理論をですねもう適用してまあ、これはねあのどうなのかっていう法律的に見てどうなのかっていうようなあの仕事をしていたんですけれどもその海外の視点、まあ、国内もそうですけどもその視点の数字を見るなんていう経験を全然したことがなかったのでちょっと正直ね戸惑いました。はい で数字っていうものはですねもうあのねただなんかそういった表を見てもですねあの数字の羅列じゃないですかもともとね。なのであの特に意味あるものには全然見えてこなかったんですけれどもやはりあの視点のその営業成績なんかをですねあの毎月毎月送られてくるものを見たりでそれが何を意味しているのかなっていうことですねそういったものっていうのもあの捉える力っていうのがですねどうしても必要になってきたんですよね。 なのでまあ半ば仕方なくというんですかねはいまあ、そんなこともないんですけれどもあのー、まあじゃあちょっとねそういった数字の勉強というのもしてみようかなっていうことをね漠然と、あのー、考えてははいいました、はい、でまあ実際なんですけれどもやはりまあ必要に迫られてというところもねありましてじゃあ何かそういった勉強をしてみなきゃなって そううういいったた知識をを身ににつけなななきゃなっていうことこ、ね、考えるようになりました本当にもう切実にですねあの必要性がありましたのでだんだん考えてくるようになったんですがその時にですね、はい、まずこういった分野会計とかねそういったあの数字を見るっていうのの分野の入り口の資格としてね簿記、まあ、っていうものがある。 っていうことをね。あの知るに至ったんですね。で、全く。もうそういったこととは関係のない世界にいましたので、勃起って何だろうなってところからね。始まりました。うん、ただですね。あのまあね。それそれまでにも。 あの檻に触れてですね簿記、まあ、っていうね勉強っていうのがあって、まあ、数字をね、まあ、見てで会社の数字なんかをねいろいろとあの見るというようなこの見えてくるっていうような勉強があってで、まあ、それをするためにまあ経理っていう部署があってで、まあ、経理っていう部署はねあの結構今までのイメージですとなんかこうちょっと地味な感じでですねひたすらこの領収書とかですよね、はい、そういったものをね全部あのこうチェックしたりしてねあのいろいろ集計をしてるんだなぐらいに しかか思わなかっったたんですけれども、まあ、あのそういったところがです、ね、最終的にはその会社の数字を作り上げるというところのプロセスに重要なつ、ね、ながりを持っていましてでそこを、ね、勉強するっていうことはねあの会社の数字を見るためにね必要不可欠な基礎的な知識っていうことを、はい、あの知るに至りました。 でですねあの勉強を始めたわけなんですけれどもあの勉強を始めまして本当にもうねだから借り方貸し方っていうところから全然分からなかった状態だったんですが結構ねはまってしまいました。であの簿記なんですがあの今までやっていた法律と大きく違うのはですねまず理屈じゃないんですよね。 はいであの法律ですと、まあ、こういった考えもあってこういった捉え方もできてじゃあどうやって、ね、考えていったらいいのかなっていうようなことをですねまあ数ある中から、まあ、自分であの説得というかですねこ,うこれがいいと思うみたいな形でこう論証していくねっていうのがまあ法律の勉強だったんですけれどもあの数字の場合はですねもう答えは1つなんですよね。 はい、で「借り方,と貸し方」と「貸方」これがですね必ず数字が一致するっていうところからね、まあ、非常な驚きで,、はい、で必ずもうね答えは1つ、はい、っていうところ、まあ、これは本当にね私の性格に合ってたたんでしししょうねもうねもしましたこうでもいいしこうでもいいしってことじゃなくてもうこれだけっていうね、はいまあ、そういった捉え方ができるというところでね非常にあの、まあ、明快な、はいまあ、答えが出るっていう。 ことでね、この会計まあ簿記ですけれども非常にねあの興味深くで面白くなってきました。もうあの左と右を合わせるのがねもうとっても大好きになってしまいまして、はいでもうねまあそこがね素晴らしいなっていう風うにはいあの思うようになって、まあ勉強もね結構楽しく進めることができました。まあ楽しかったことだけじゃないですけれどもね、はいあの取っ掛か,かりとしてはね非常にね良かったと思っております。で。 あのさっきも申し上げたんですけれどももう本当に数字というのはですねもう理屈じゃないんですよね。ももううあるるがままのの客観的な事実これをでですすねもうその物語っているわけですだからそのね財務諸表ありますねこういったものを見てもですね、はい、今まで勉強を始める前というのはですねただの数字のられずも面白くも何ともなかったんですけれどもそれがどうしてここに乗っかるのかっていう意味ですね。はいまあ、そういっったものものの全部の勉強を通じててて分かってきて ましたので、あの非常にですね。もう途端に意味のあるものっていう風にね。捉えることができるようになってまいりました。でですね。非常にね。面白くてまあ、募金にはまってしまったわけなんですけれどもね。はいまあそんな感じでですね。まあ勉強もあの進んできまして。で、あの会社の仕事の方もですね。その今までそのね。営業。 まあ営業企画っていうところにいたんですけれどもあの海外の視点のですね、まあ、いろんな数字を見て、まあ、そこをねいろいろあの捉えていかなきゃいけないなっていう、まあ、必要不可欠というかですねもう仕事上必要な知識として初、まあ、めて見たこの簿記の勉強だったんですけれどもいざねそうやって進んできますと非常に面白くなってきまして、まあ、こういったものを主に見てるような仕事に就きたいななんてね思うようになりました。 はいでですねまあ私の場合は結局ですね、まあ、その簿記の勉強、はい、を進めて面白みというものを、ね、発見してきましたのではいもう本当にそこをど真ん中にやるようなねはいあの仕事に、まあ、ゆくゆくは転職することになったんですけれどもねあの非常にねいろんな縁があるんだななんて思ってます。はい あの経理の仕事ではなかったんですけれども、あのその後ですね、実際にいろんな会社の数字を見るっていう仕事をねするようになりました。はい。で、えー、皆さん今このね動画を見ていらっしゃる方は、もうあの勉強をね始めていらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、あとはまこれからですね、あのちょっと僕聞ってなんか。 役に立つ資格だって聞いてるんだけどどうかな始めてみようかななんていう形で、ね、あの悩んでらっしゃる方、まあ、いろいろいらっしゃると思うんですけれども、ね、あのやってみて損はないと思います。 であの私のようにですねあの私も会社の中で特に簿記勉強しましたけれども経理の仕事をしたわけではないんですけれどもあのまあ実際その会社の数字というのをですねその経理の部門の人たちが作り上げた後の数字というのを見るような仕事をしましたし、うん、あとはですねその経理ど真ん中じゃなくても例えば営業部門であったとしてもですねもうあのいろんな部門で会社の数字というのをね見る機会ってあるじゃないですか。なのででそういったところでね必ず 役に立つ勉強だと思ってますなのであの今ね勉強始めようかなってちょっと思ってらっしゃる方は是非、はい、あのこれを機会にですねあの勉強ね始めてみるといいと思います。はいで そうですねあの、まあ、他の先生もねおっしゃってますけれどもやはりその数字を見る力というのをねこの「簿記」の勉強を通じてつけますとまあいろいろあの今まではですね本当に聞き流していたようなあの世の中のニュースであったりとかですねあとまあ日経の記事もそうですし、まあ、いろいろとですねあの意味合いを持って まあ違った観点かから、ね、見るることとができるかと思います、はい、あの私も今まではねその法律っていうところの勉強をずっとしてましたので、まあ、法律的なところからねもう理屈としては見ていたんですけれどももっと別の観点からですねはいあのいろんな数字っていうのもね見ることができ,ますできるようになりましたしあと社会の動きというのもですよね、はい、あのいろんなもう多角的に見ることがねできるようになったと思ってますのではい。 汎用性があるっていうんですかね。まあ、勉強だと思ってます。でその中でもですね、まずは簿記の3級、はい、これマスターしていただきますとね、あのいろいろとこの先の突破口として、はい、あの道が開けてくると思います。会計分野っていろんな仕事がありますし、いろんな資格があるんですけれども、はい、あの簿記の三級、まあ二級とかね。 あの国家資格ではありませんので、まあ、それ別にね、あのー、あったからといってこの資格、ね、この仕事ができますよっていうような免許制度ではないですただけどもいろいろとね今申し上げたような、えー、こともありますしあとはこの先、えー、会計分野でいろいろと勉強をねあの進めてみようという方にも、えー、もう本当に入り口の登竜門としてですね、はい、あの必要な資格になってきますので是非ですね、はい、やろうかなって思ってらっしゃる方やっちゃいましょう。 はいということでですねあの一緒に勉強ね頑張って行きたい行きましょうねはいでは私のメッセージこれで終わりにさせていただきます。